慶行王は、白木の第50代の王であり、聖は金、意味川明。第48代の慶、文王の第2子であり、先代の則康王の同母帝。母は、第47代の剣康王の娘の文威王皇。886年7月5日に、先代の則康王が死去し、その子供がまだ一切に満たなかったので、王帝の明が王位についた。 先代ののりやす王に習うように、八百八十七年一月に、交流寺で百講座を設け、王自らも行行して、講義を聞いた。同月、監修の遺産の金城が反乱を起こし、王は破兵して、金城王を中殺させた。乱の平定の後、五月に、王は病を得て倒れた。その際に、自分には、死士がおらず、妹が聡明であるので、王位につけるようにと遺言し、 7月5日に死去した。帝国王と送りなされて、菩提寺の東南に埋葬されたといい、その両母は、慶州シナム山道の史跡第186号が否定されている。三国維持王歴では、貧愛王の道母帝と記しているが、在位年に50年の開きがあるので、三国式、白木本儀、帝国王記による系譜が正しいとされている。 井上役中 1980p387 中36三国式白木本木、乗安王記による。また、三国維持王歴乗安王城では乗安王の母を分子王公とする。三国式白木本木、正清女王即位の文中には最遅延の文集第二巻社追増表を引用して乗安王の死去を後継三年とし その後を継いだ帝光王もまた一年と経たないうちに死去したという。文中は、さらに帝光王明は後継三年に皇居した。本義には二年に皇居したとしている。どちらが正しいのかわからないと続けている。なお、白木本義の乗りやす王妃の末文と帝光王妃の末文とは、送り名の一部を違えるだけで、残りは一致している。帝光王領に否定される寮母は、 仙台の乗りやす王領と並んでいる。ありがとうございます。